いや、久保さん、本当におっしゃる通りで、あの、手取り14万でもね、十分じ、1人会社をやってると、あの、いいっすよね。うん。まあ、僕もね、14万ではないですけども、20万に設定してるんですよ。久保さんも一番最初なんかもう、7万とかで設定してたみたいな、な,なんか、昔の動画で言ってたような気がするんですけど、今はいくらで設定してるか分かんないですけど、僕は一応20で設定してますね。で、あとはまあ、 だかたな,なんすか、ね、多分一般の人って、まあ、これ青汁王子とかいろんな、まあ、会社やってる人は給料ないよっていう、少ないよっていう、要はその役員報酬をそんなに多くしてないよっていう人がほとんどで給料としてもらわない、うんで、給料として月収いくらですとか年収いくらですってやってる人ってあんま少ないと思いますね。 <laughs> だけど一般的には月収いくらですか年収いくらですかみたいなねあの話が好きなのであのそれに合わせたりするタイトル話とかするんだけど基本的に帳簿上はあの年収とか月収全然ないんですよてか設定しないそもそも、うん、で普通に経,経費で使った方がいいわけじゃないですかうんだからそれはやっぱなですかね 起業して自分で会社を作ってる人と、そうじゃないサラリーマンで生きてる人のものの見方、考え方の違いというか。うん。だから、ぶっちゃけ手取り14万でも、その14万全く使わなくてもいける部分もあるっちゃありますもんね。本当に。うーん。そう。だから、なんすかね。うん 例えば飯、飯とかもね、まあ、これもまあその税理士さんによっても変わってくるか分かんないですけども、も飯もね、そのお世話になった人とか、打ち合わせ、その会社の,その仕事関係の話をする、毎日する、する、してする食事をすればいいわけじゃないですか。まあ、基本的にでもビジネスやってたら大体ビジネスの話になるので、プライベートの話ってあんまりしないですよね。 な打ち合わせ兼食事みたいになるわけですよ会。会議兼食事みたいになるので。それもまあ、接待っちゃ接待になるだろうし、取引先の接待になるっちゃなるだろうし、まあ、どう処理するかによってあれですけど。うん。だからまあ、そう処理するんであるならば、まあ、経費、継承できるだろうしね。 うん、でもプライなんかその、久保さんもそうだと思うんですけど、プライベートと仕事の境目ってほとんどないんでも、だプライベートが仕事で、仕事がプライベートだし、なんか、なんかオン・オフってあるじゃないですか、サラリーマンの方はオン・オフとかよく言うんですけど、オン・オフあんまないんですよね。ずっとオンみたいな。うん、なんかやっぱ感覚が違いますよね。 うん、だから僕,僕も本当に一人企業がね、おすすめですよ。本当に。一人会社が超おすすめ。うん。一人会社で、あとはやっぱある程度ちゃんと稼いで、税理さんをつ,かつけるっていうのが大事ですね。だこの前、あの、あのなんか、多分自分で確定申告やってる人がい,いたんですよ、多分で、確定申告、吉田さんどうしてますかみたいな質問来たんですけど、やっぱね、自分であれやるとしんどいんで、 やっぱ税理士さんに、そこは、あの税が詳しい人に相談したりとか、あの投げられるようにしとくといいと思います。まあ、久保さんもね、そうやってるみたいですけど、僕ももう税金の話に関しては全部投げてるんで、であとは向こうであの判断してもらう。だから領収書とか投げて、向こうで判断してもらうって感じですよね。うん。そう。で、あと全部向こうで、あの、 年まあね、指示はあります、年末調整とか、確定申告、なんかその必要なものはこう提出してくださいみたいに言われますけど、基本全部まとめてやってくれますんで、まああんま手間はないですね、僕はね。だから年間、税理士さんに40万ぐらいは払ってますけど、うん、月3万、月三万ぐらいであの、多いイベントの時に5、6万払ったりとかするので、大体40ぐらいかなと思いますけど。 とりあえずね、一人企業がおすすめですね。本当に。一人会社がおすすめです。はい。いってらっしゃい。